はい、失礼します。あ、おはようございます。おはよう。失礼します。遠いよ。遠いよ。どんな感じなの、いつも私と話すとき。え、普通ですよ。普通なの。めっちゃ逃げるじゃん。いやいやいや、私と話すその、うん、なんか話す時間、うん、もったいない。もったいなくないよ。話したいよ。いやいや、でもなんかきっかけってわけじゃないけど、なんかあ、やっぱ卒業していいよなって思ったのはミオの、なんかそれ。ミオって言いましたね。ミオって言ってたよ。なんで言ってたの。話の内容よりそこ、うん、初めて聞きましたよね、私。な、何、名前、はい、うん、そうかもね。知ってたんですね、私の名前。なんで知らないと思ったら。でもゆいさんからしたら石ころみたいですよ。いやいや、止まらない自虐が。あれだから入った年がさ、私も同じだから。あ、そうですね。でも3期の中でちょっと甘えてるの見たりする時もある。え、本当ですか。うん、だからあ、なんか3期の中だとそういう感じなんだなって思った。一番下だからね、今ね。そうですね。ね。楽しんでほしい、一番下を。そうですね。